はい、こんにちは。ようやくブループリントのチュートリアルの根幹が決まったので続きをやっていきたいと思います。で、今回に関してはシャープ2まででやってきた部分の修正と整理をしたいと思います。まずシャープ1、シャープ2でやってきたドット絵画像の設定に関してなんですが、設定を簡略化する方法を見落としていました。というのが、このスプライトアクションズのアプライペーパー 2D テクスチャーセッティングズをクリックすると、単純なドット絵の設定は完了するという便利ボタンがあるのを知りませんでした。ただ確認しておくべき点は、今までやってきた部分に変わりはないので、クリックの数が減るという点では結構重要な点を見落としていたのでごめんなさい。実際アプライペーパー 2D テクスチャーセッティングズをクリックすると何が違うのかというと、ワンクリックで圧縮設定とテクスチャーグループが目的の状態に変わります。必須としていたフィルターのニアレストとテクスチャーグループの 2D ピクセルズは同じ効果なので、片方設定していれば特に問題はないようです。公式のブループリントコンテンツエグザンプルズで、ユーザーインターフェース 2D とニアレストを設定しろって書いてあったんで、こっちが必須なんだと思ってたんですが、必須項目は逆転させた方がいいんですかね。自分は両方設定しておこうと思います。ミップマップ全般設定はデフォルトのままなので、ここは自分で確認しておいた方がいいかなと思います。ワンクリックで全部の設定が終わらないので、かゆいところに手が届かない気がしますが、アプライペーパー 2D テクスチャーセッティングズをクリックするだけで結構テクスチャーの読み込み時の時間短縮になるので、一応知っておいた方がいいなと思いました。次にチルノフリップブックの名前をオプションの番号と合わせた方が混乱せずに進めるかなということで、名前を修正したいと思います。チルノフリップブックの名前変更が済んだら、 2D サイドキャラクターのオプションの順番も直したいと思います。オプションの順番を番号順にしたら、ゲットベロシティの Z 軸から右にドラッグして、小なりひらがなのくのような記号を検索窓に打って出てくるフロート小なりフロートを選び、出てきたノードをブランチにつなぎます。シャープ2を見直した時に、なんでこいつこのまま放置してんだと結構イライラしたので、ここを直しておきたいですね。次にシャープ2で常に右に進むようにしたのですが、最初に作るゲームには適さない気がしたので十字キーで動くように戻します。オルトキーとクリックで線を切って、ティックさんにはちょっとどいててもらいます。基本動作はティックの代わりにムーブライトを使って処理していこうと思います。とりあえず今回修正したい点はこれくらいです。ここからシャープ10いくつかまでちゃんと完成まで持っていきたいと思います。少し間が空いてしまいましたが、一応やることは決めたので2日に1本くらいは出していけるんじゃないかなと思うんですが、そう甘くはいかないかもしれないですね。ということで、次回以降もよろしくお願いします。